はい、どうも、もかっかです。ちょっとね、オークスの動画がね、細くなって申し訳ないです。で、ちょっと負けで、のレースね、オークスの動画の中に入れようと思って、ちょっと忘れてたんで、まあ、さらっと。まあ、新潟のメインですね。先着ですよね。本当も、近いうちに新潟競馬場行きたいなと思ってて、もうね、まあ、アイビスサマーダッシュがもう昔から一番好きで、先着見に行きたいなと。ちょっと今年は厳しいけど、まあ来年ぐらいは、ね、アイビスサマーダッシュをめがけて、ちょっと日程調整しながら行こうかなとはもう考えてはいるんですけども。うん、で、本当ですね。まあ、ここのね、まあ、シュボバを見てもらうと、まあ、ドヤモン、ケンシャザー、グラスワンダーっていうふうに、ちょっとそのサンデー系でもね、ね、ケンシャザー来てたりとか、ちょっと、やっぱ新潟の戦直ってこともあって、傾向はね、アドバイコジンとか、アドバイマックスもいいですしね、あたりで、さすがにここにディープインパクトとかね、が出てこないですよね。な、こういう特色あるコースとかっていうのは逆にこの血統から狙っていく。まあ、ちょっと、まだ確定ではないんですけども、今後、その、夏競馬始まりまして、函館とかね、福島とか、小倉とか、そんなとこかな。札幌函館ならね、なって、西は小倉で、中京入ってきたっけな。福島ですよね、確かね。新潟、福島ぐらいなんで。その辺のね、シュボバも、まあ、中央4条とはまた違ったね、傾向が出ますから、そんなんも動画の中でね、まあ、普段の予想動画でもいいですし、何か、まあ、いつものようにね、データをパワーアップにして、出してもいいかなーってちょっと考えて、やっぱ夏狙うべき馬、ね、G1 がない分、その分ちょっと時間が空くかなと思って、そういった時間にちょっとやろうかなとも考えてますので、また期待していただいて、参考にしていただければと思うんですけども、で、まあ、さっき挙げたように、この先着やと、今の、ね、血統傾向、ボケはまあ見てないですけどね、脂肪だけ見ると、ああいう傾向があって、で、あとはまあ、先着の、やっぱ前行った馬が、ね、結構行ったになりやすいっていうところですね。まあ、最近のその、新潟競馬場のね、他のレースの他の距離を見とっても結構やっぱ前に、特に短距離は前行く馬っていう傾向出てますよね。では、外枠に逃げてますね。あとは、ジョッキーが、ほう、西田が来るか。ね、この辺やったら、まあ、丸太とかね、小畑、津村、乗ってないけど、丹内とかね、丹内とかもいいですよね。もうそういうイメージがありますよね。藤田奈々子もいいですよね。中井もいいですね、関西やったら。な感じで。で、ちょっと戻りますけど、土曜日の、例えばジョッキーで見ると、確か丸太が、新潟は良かったんちゃうか。かなって。石川祐希だよね。丸太石川祐希とかやっぱ負けてますよね。ね、5、6番人気、中穴演出してますね。で、藤田奈々子もどっかにおらんかったかな。丹内もちょこちょこ来てるんか。まあ、この辺でもジョッキー見たら、草目島とかも来てるし、もう、群雄割拠状態ですね。面白い。な、こんなん、ほんと若手とかね、登竜門みたいな感じでね、やっぱローカル開催っていうのは、しのぎを合い受けしてるから、
もう応援したいジョッキーとかで決めて買うのも面白い、ね、一つの楽しみ方ですよね。うん、もう人気とか関係なしにね、うん、もう副賞ワイドって決めてこのジョッキーからとかって方面白いで、まあこのレース、うん、ちょっと狙いたいなって思うのが、まあ本命はこの、まあ、アドバイアムンサンクのツムラの馬やけど追い込みやからねっていうところがね、まあ逃げ先行が有利とか言うときながら、ただおもろいんでね、この馬もめちゃくちゃ上がり使えるのと、今 5.4 倍でしょ、ちょっとでも不安かな、ちょっと客室的に不安が、このね、石橋フィドゥーシアがもうちょっと外やったのね、まあ遮光して遮光してなんかあの反則みたいだけど、まあ外に出してくると思うんですけどね、前行った後出し切れん時もあるからね、やっぱりね、だからあらかじめ外におる前行く馬で、この坂井流星の馬を狙いたいんですけどね、スティンラインクピー、西田の馬もこれそんな前につかへんもんな、まあでも素直にこの一番人気かな、でまあ紐あれですよね、この中井の、ダンシングワンダーとか、さっきの坂井流星のスティンライクビーで、ラインミーティア、軸一頭流し見かもしれへんですね、フィドゥーシア、レッドラウダーで、とウエスタンユーのアドマイ個人参加ね、この菊沢親子が乗る48キロでしょ、超軽量で、で前つけて牝馬で、ね、こう夏場になってきて暑くなってきて牝馬ね元気でできますし、まああと抑えでイオラニかな、このイオーラにもね、あの客室的にはね、もうちょっと外やったら、もうどん本命でいいような馬なんですか、ちょっとうちに、で、伸びきれるかってところでね、ちょっと評価下げてますけども、うん、まあ、この辺りに流して買えばいいんじゃないのかなと思います。あと、京都のね、準メインとメインやったかな。順目のホーステークスからいきましょうか。3歳オープン、これダートのね、面白いんですよね、まあ伏流ステークスや単語ステークスやっていうところの、まあ負けた組じゃないけど勝った方も来てるんかな、で本命この、3番人気の高野アンピールかな、今現時点で3番人気ですけど、まあみゆきで前に行く馬でダートでってやったら、じゃこの馬から、うん、京都だと1008でしょ、エンパイアメーカー3区ね、キングヘイロー、ファピアノってことはこれミスプロです ね、ミスプロね、あのパッとこうするね、皆さんも頑張ってね、あの覚えていきましょうね、ケットね。で、ブライアンタイム入ってるしね。まあ、ケット的にも面白いし、上がりが使えたはずなんですよね。で、あとで36秒。前行ってこんだけの足使われたらね。多分後ろずっと動かへんなっちゃうかなって。
福永の名称ラケーってちょっと迷うと思うんですけどね。とウォーターマーズと、まあ、サンライズノバは強いでしょうね。サンライズノバ、ゴールドアルルサンク、母方ガルチか、行き過ぎた。で、あとはもう一頭増やさん、さっき言ったね、あの福永の馬ですね、バツにしておきましょうか一応、うん、紐でね、ちょっとアンゴステークス大敗してますけど、まあまあいけるまで、うんね、京都でも勝ってますし、であとウォーターマーズ、まあ、シンボリクエスト3区ね、ダート行けますからね、で、まあ、高倉涼がどんだけやってくれるか、ね、ヘルプラトですし、うん、まあ、プリサイスエンド3区のこのね坂井真奈々、まあ、客室、まあ、後ろからなんでっていうところで評価下げてます。届くかどうかわからへんから、おもろいですよ、でもこのままね、藤沢のりおの方の旧車ですか、ね、エンドステップスペシャルウィークって言って、うん、でですよね、上がり3位ですしね、うん、それまでは大敗しすぎなんでっていうところもあって、結局客室的な問題なんですよね。そう考えたら、この、これは袋船の松山の、これはこうとかなあかんな。うん、この買いすぎやな。ほとんど凍ってるもんな。まあいいか、印がどうなってもしゃあないか。で、あとこのルーラーシップさんか。国部優作のね。なんていうのや、うん、グランディアマン、グランディアマン、ディアマンってダイヤモンドって意味があるんや、デヒア、泉デヒアとかいうのいましたね、ディピティミニスターねな、まあダートって感じですけど、まあそこそこ好意で競馬できるっていうところかな。でまあ芝で負けてダートで、ダート走ってて芝行ったけどまた戻ってきたいう感じですね。まだ後の馬でしょうね、血統的に言ったら。ここからまだ人気はどうかあるかもね。まだ前日段階ですから。この辺が気になるかな、ね。このグルビアワールーンで一発あるかどうかですね。まあ、一か八かですからね、うん。って感じと考えています。で、もう一個メインやったかな、メインの、そうそう、下鴨セークス京都2000の本命がノーブルマーズからいこうかなってね、ジャンポケの高倉涼、ちょっとね似たような成績で、結構馬中がね綺麗というか、まあ、ケージも乗ってるような馬が多くて、やし、まあ、客室的には前つけてっていう風な、今日の京都がどういう決まり手になってるかやな、芝限定でもいいんやけど、まあでも前も残って出ますよね、先行差しが決まったレースもあるけども、
ね、7レース8レースの先行勢が粘ってたり、9レースハイペース差し、12レースも先行でしょ。ね、差しが最後3着ですか。まあまあ、まだ、やっぱ京都、基本前つけといた方が良さげですよね。まあ、差し馬で、ね、強い馬というか、力ある馬やったら、相手に買うべきですよ。その、何やな、馬券の組み立て方として、行った時に差し馬から流すより、前目の、ね、それこそ、その1番も前つけれるし、4番もつけれるから、もう、1、4、6あたりから、まあ全部一応、終始の前の方なんですけどね、8番とかね。だ前がこんだけおるってことは、まあ一体一体になる可能性もあるから、差しが効かせる。前の方しか来てへんな。こんだけでもいっぱいおるけど、どれかが後ろに生回される可能性があるからね。その中で、たら上がりが使えそうな、この、名村新軍ね。34秒2で来れる。他上がりが使えんなんて。34秒台使ってるうちの、レトロロックとかね。こういう馬は、だから、レトロロックなんかまあ5番、前走5番とかね、前走は3、4番って競馬してるけど、その4走前とかね、5走前だったら、結構後ろから競馬して上がり使えてるから、おそらくこんだけ前に行く馬がおったら、この馬後ろから、ちょっと控えるかもしれないですね、中段からね。って言った時に、その前が一体一体やって、ドーン、最後。まあ、いくら直線短い強度とかいえ、差し切りで届かなくても馬券内に飛んでくるっていう可能性もある。まあ、一番人気やしね。あるかもしれんから。それを絡めても、この上位ね。褒め太鼓、連下の印しているところをフォーメーションで1列目、2列目に置いて、あとな、他の、三角のところに流すっていう買い方で、まあ取れるんじゃないんでしょうかね。まあ大穴でなんかないのって言われたら鈴鹿ルパンかな、小牧のね。これがちょっと怖いかな。一応まあ僕は買わないかもしれないけど、一応星印でつけるんですか。ちょっと怖いなっていうのはね。他はないかな。で、まあ、ちょっとおまけですけども、こんな感じで、ね、まあ、ちょっと明日の、まあ、僕ね、時間あるんですけども、どこ、ブログにも、まあ、できれば、他のレースもね、予想してあげれたらいいなと、ね、ツイッターでつぶやくかもしれませんし、ちょっともう、それはもう気分やんで、申し訳ないです。まあ、一応なんかそのオークスに向けてね、その勝負馬券じゃないですけど、まあオークスが勝負馬券が何て言ったらいいかな、その軍資金ね作るためのレースにしてもらえたらいい、なんか参考にすると思いますので、よろしくお願いします。